おっす、上田美京です。今手術終わったんですけど、今日は実は王子桜さん、王子桜さんに、はいはい、来てます。まあ王子駅から徒歩2分ぐらい、めっちゃ近いですね。めっちゃ近かったですね。今日はあの王子桜さんにお邪魔して、体の構造っていうんですか、をやってもらったんですよ。今日もうめちゃくちゃ勉強になりましたね。なんだもう早く見てほしいですねでは自分の施術映像を見てもらいたいと思います。どうぞ。じゃあね、そっち向いてもらって、ちょっと気をつけてもらっていい？指だけですからね、うん、こんなに体大きいのと耐えてみてください、はい、耐えてとか普通に立っててこれね、わかるわかるわかる、それこれもう多分持ってかれます、持ってかれるよ、うん、危ないよね、危ない、結構したらっていう風に、多分今ここの安定感が今なくなってるから、 で、ちょっとここのバランス取ってあげて、はい、同じこともう一回終わった後ちょっとやるから、あ、分かりました。そしたらちょっとね、スリッパ脱いで、そのままうつ伏せになるんだけど、手ここに置いてあげて、OK、 ちょっとね、体のバランス、あ、そう踏んじゃったわ、とりあえず一回全身全体的にちょっと一回筋肉の柔軟性を一回こう触りながらほぐしていくんで、分かりました、はい、もう全然リラックスして、で今日このカイロって基本的にはその緊張を緩めたりとか、その関節の動きとか神経の流れとかそういうのを正常な位置に戻してあげていくようにちょっと調整していくんですよ。でそれ終わったらば、その動作解析してみて、動きのやつのバランス見て、今こういうことやってるんだけど、なかなか力入らないけど、こういうやり方で力入りますとか、なんかそういうのとか多分出てくると思うんで、そういうのをこう発見してもらって、なんかアウトプットしてもらえるのが一番良いかなって感じですね。今日だからめちゃくちゃいい機会じゃないですか。そうですね、立ち方も足の幅も多分人それぞれ違うと思う。あ、そうそう、格闘家はよくやられます施術は。やりますよ、やりますよ、めちゃくちゃきますよ。もうその他もろもろアスリートの人、結構アーティストとかも普通にきます。歌ってる人たちもやっぱり結構体資本なんで、立ち方一つであの声の出方が変わったりとか、マイク左に持つか右に持つかで声全然違うんですよ。ああ、そういうの面白いですね。改めて見るとやっぱ背中から下半身にかけてでかいっすね。でかいね。改めてちょっと調整するよ。大丈夫、うん、上さん体幹どんな感じですか？分かんない、体幹ほんと分かんないです。なんか自分が動いてないですね。これが動いてるからこれ自分の強制されてるのかっていう、ちょっと楽しいです。あの終わった後のあれをされたりするのか、もうここの動きがもう全然なくなって痛いですよね。痛いですね。でちょっとここのバランスちょっと調整します。首とか調整したことボキってやつですか、うん、1回だけなんでちっちゃい声になっちゃったちょっとここのやめて、左のこの硬くなってるところのバランスちょっと取るね。どっちかのですよね。ああ動いてみて、上がってくるように痛くない？大丈夫です。全然分かります。全然安定するの分かる、はい、これめっちゃ押してる。何も力入ってないです。いや何も力入ってなくても多分全然これ立てんのね。最初の多分映像を見てもらうとめっちゃこうなってましたね。そうそう、めっちゃグラグラしてた最初。今ちょっと起きてる、ちょっと体感なんか違いあります今？体感っていうかやっぱ乗るんですよね、体にストンとこう。いいっすね。大丈夫、多分当てするでしょ。バランスは全然違います。大丈夫、いや本当に良くやりました。はい、やることとしては、人間のこう関節ってこうセンサーが全部あるんですよ、はい、全部センサーがあって、人間ってじゃあ変なし、まっすぐ伸びた方が力が入る人と、うん、曲げてた方が力が入る人とか、変なし手首上げた方が力が入るとか、そういう人、本当人によって違う、はい、それを全部検査します。でそれと今自分がやってるものと照らし合わせた時に、うん、あ、なるほどと思ってくることを、はいはい、アウトプットしてもらえればいいかなって。わかりました。大丈夫ですか？はい、OK です。ありがとうございます。でまず一番最初にこの手をそうこの状態にしまって、でとりあえず3つ1回測る。一番近いところと、あとこの辺の真ん中と、あと下こうゆっくりこう引っ張るって、はい、耐えてもらいたい。そのぐらいで、でグーッと引っ張るんで、まっすぐにしてもらって、前に引っ張るのを後ろでグッと耐える。あ、自分の体で、そんな全然力入れないんで、グッとやんないんで、ちょこっとしかやらないんで、
きます。これ一番近いところ、いきます、振ります、こういう感じで、ここで肘だけ曲げないで、ここでいきます、でクランプするでしょ、はい、で一回落として下に、ここで下で、まあこれダメです、真ん中のもう完全に多分自分で分かると思う、もうすごいめっちゃ入る、でこの状態からこれ右だ、右あります、右この、この位置からここで一回引っ張るね、やっぱりおー、すごいね、と開いた状態で、この手首をこうした状態で、このワンドコーツに力が、はい、センサーが入る感じ、普段入りますね、これと、はい、まあ、なんか安定感こっちです、こっちだ、はい、もう完全にこっちだ、はい、こっちのが、この安定感で力が入るから良くて、多分こっちはこれとこっちのが分かる、はい、こっちでこっち、こっち多分、こっちはもう全然ダメだ、あ、そうですね、これ、はい、だから、この状態で耐えるよ、せーの、これ耐えるでしょ、これなんか全然分かる、何も力入れてないです、力入れてなくても力入んない、これ逆にすると力入れてない、もう完全にこれ面白い、これすごい、何しなくてもいいです、もう全然、はい、もうすごいこれ面白いんだけど、これ今こうやって力入れてるでしょ、はい、こうやってやってる、これだけでももう今これトレーニングになってる、これ自分の受容器って一番受容器が一番力の入る位置にしてるんで、もうこれだけでもトレーニングになってるんですよ、この状態を一回ループで通してから入れると受容器が活発になってから動かせるから、これを相手と組の時にいきなりこういうふうに入っちゃうと力が抜けちゃうんですよ、だから極端な話、ここからこう入ってからこう入るのは全然問題ないんですけど、はいはい、この状態をしっかりキープしてから入れた方が力が入ります、総合とかこの状態からちゃんと、これがじゃあ逆にこっちでこう入れるから、ほら、まあ、そうですね、うわこれぐらい、すげえ、だから自分のセンサーをしっかり通してあげることがまず大事で、はい、だからポーンって入って通してから入る分にはいいんだけど、いきなり相手の合わせにいきなり入っちゃうと、もうおかしくなっちゃう。いや、そうですよ。それその辺っていうのが結構あって。もう一発はこれですか。自分で多分分かってる。分かりました。体が浮いたっていうことで、いっぱい入れてあげると、力、すごいね。すごいね。力だよ、やっぱり。2戦目期待しててください。まだ早い。以上です。素晴らしすぎる。いやこれはすごい。これ結局新技体の擬態かもしれないけど真に繋がりますもんね。そう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 、なんかモチベーションアップに絶対。そう、モチベーションアップは絶対繋がるし、でそこに対して体をどうぞ動かしていく。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。